今日はね、この SLR のタイヤの溝がもうないので、タイヤ交換にね行こうかなと思ってます。で、今ね、その前のちょっと給油、もうガソリンがないからね、今ガソリンスタンドによって給油してるところなんですけど、よし、ハイレイ、はい、満タン、よし、はい、皆さんこんにちは、エスプレスライダーです。今日はね、この SLR のタイヤ交換にね行こうと思ってます。今僕が履いているタイヤは、このバイクがね納車された時から履いているタイヤで、ブリヂストンの S20 エボを履いてます。で、走行距離がね今1万3000キロを超えたところなので、いや本当ね、このタイヤグリップもしてライフも長いので、本当ね、おすすめですね。先日ね、あのブリヂストンの新作発表会があって、そこで S22 がね発表されたんですよね。 S20 ね、すごい良かったから S22 を入れたかったんですけど、発売日が来年の2月ということで、まあそれまでだましだまし今のタイヤを履こうかなと思ったんですけど、先日ね、トミーモーターランドの方にサーキット走行行ってきたんですね。で、その時にサイドは結構残ってたから、まあ大丈夫だろうって思って行ったんですけど、よくよく考えてみたら、まあ当たり前のことなんですけど、ブレーキングってセンターを使うんですよね。なので、センターの溝がないっていうことは止まらないっていうことなんですよまあ当たり前なんですけど、本当ね、ブレーキが効かなくて、まあ効かないっていうと、正確にはね、すぐにねタイヤをロックしちゃって ABS が効いちゃう状態だったので、いや本当にね怖かったんですよね。で、これがねクローズドのコースだったから良かったけど、多分街乗りだったら、まあ、転倒とかねしちゃう可能性もあったので、逆にねトミーで気づいたっていうのは本当良かったんですけど、まあこれはねもう早々に変えないとやばいなっていうことで、まあ2月まで待たずに、今回ねタイヤ交換をしようと思います。で、次入れるメーカーなんですけど、 S21 でも良かったんですけど、このタイミングで S21 を入れるとなんか負けた気がしちゃったからブリヂストンはやめました。ブリヂストン以外で気になっているタイヤというと、ピレリーのね今年発売されたロストコルサ2がねすごい評判が良くて良さそうだったので、今回はねピレリーのロストコルサ2を入れようと思います。で、タイヤの方もすでにお店の方にも取り置きをしてもらっているので、あとは行って交換をしてもらうだけって感じですね。で、今日ね伺うお店は東京都の世田谷区にあるスピードスターといったお店に、今日はねお願いしようと思ってます。で、結構スピードスターって有名なお店で、ずっとね僕も行ってみたいなと思ってたんですよね。で、今日はねちょうどいい機会なのでお願いしようと思って今向かってます。はい、到着しました。タイヤがねどんな感じかっていうと、こんな感じでね、サイドはねすごいいっぱい残ってるんですよ。僕あんま倒さないからね、怖いし。で、センターがねもうスリップラインがギリギリ出てる感じ。もうセンターは溝はまだあるんですけど、もうこの状態でねもう全然止まれない状態ですね。こんな感じね。フロントもまだねスリップラインギリギリ、あ、ここはもうダメだね、なんですけど、もうね止まれない。はい、じゃあ交換しに行こうと思います。
はい、今ねスピードスターさんからの帰りになります。でスピードスターさんなんですけど、ずっとね僕作業見させてもらってたんですけど、本当に作業がね丁寧で正確でスピーディーなので本当におすすめなショップだなと思いましたね。でスタッフの方もね皆さん気さくな方が多くて、ずっとね話しながら作業してもらってましたで僕の方もねがっつり撮影もさせていただいて本当ねありがとうございました。で実際ね、ロッソコルサ2にして今走ってる感じとしてはすごい柔らかくてねっとりしているっていう、まあ、インプレをねよく見るんですけど、でねっとりってなんだってずっと思ったんですけど、わかりました、これがねっとりですね多分これはね乗らないとわかんないと思う。すごいね柔らかくて路面に食いついてる感じが半端ないっすね。まだ皮むきも全然終わってないんですけど、まあ、それでもねこうアクセルをひねった時のねこう路面にねタイヤが食いつく感じがねすごいよくわかりますね。すごいね路面のインフォメーションがすごい伝わってきて安心感がすごいありますね。 S20 ではなかった感覚ですね。いやこれはね皮むきが終わって峠道とかサーキットがねすごい楽しみになってきたということで今日はタイヤ交換をしにスピードスターさんに行ってきました。本当にねおすすめなお店なので、もし興味がある方はねぜひ行ってみてください。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。エスプレスライダーでした。じゃあね。